バンジャマン・メンディは、フランス・ロンジュモー出身のサッカー選手。プレミアリーグマンチェスターシティ FC 所属。フランス代表。ポジションは DF。2007年から、ルアーブル AC のユースチームに所属し、2011年7月24日に、クラブとプロ契約を締結した。8月9日、クープ・ドゥ・ラ・リーグのアミアン SC 戦で、プロデビューを果たした。2013年7月8日、オリンピックマルセイユに移籍した。前シーズンにマルセイユをリーグ2位に導き、UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得を果たしたエリボー監督によって獲得された。8月11日、EA ギャンガン戦でマルセイユでのリーグ戦デビューを果たし、9月24日の AS サンテティエンヌ戦で移籍後初得点を記録した。10月1日、ボルシア・ドルトムント戦で欧州カップ戦初出場を果たした。マルセイユはチャンピオンズリーグのグループリーグで全敗し、ボー監督は解任され、ホセ・アニゴ監督が就任した。アニゴ監督はメンディの起用を控え、シーズン最後の14試合のうち1試合のみ、先発出場した。2014年4月20日、ラスック・リールメトロポール戦での先発出場は、元フランス代表のエリック・ディメコから批判を受けた。シーズン終了後、2014年のゴールデンボーイ賞の候補者40人に選ばれた。2014から15シーズンは、マルセロ・ビエルサ監督の下で成長し、ビエルサは、昨シーズン失った力強さとアグレッシブさを取り戻させたとメンディは主張した。このシーズンは、リーグ戦33試合に出場し、6アシストを記録し、UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得に、貢献した。2015年9月23日、トゥールーズ FC 戦で、ジャンダニエル・アクパークプロへのファールで、レッドカードを提示され退場処分を受けた。これにより2試合の出場停止処分を受けた。その後、2016年1月3日のクープ・ドゥ・フランス、SM カーン戦で、ハムストリングを負傷し、13試合を欠場した。マルセイユでは、3シーズンで5人の監督の下でプレーし、101試合に出場して14アシストを記録した。2016年 AS モナコでプレーするメンディ2016年6月22日 AS モナコに移籍し5年契約を締結することが発表された。7月27日 UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦のフェネルバフチェ SK 戦ファーストレグで移籍後初出場を果たした。12月18日、オリンピックリヨン戦でコランタン・トリッソの背中を蹴り退場処分を受けた。これはチャンピオンズリーグプレーオフのビジャレアル CF 戦での退場処分以来、シーズン2度目の退場処分であった。これにより5試合の出場停止処分を受けたが、その後に4試合へ軽減されたため、2017年1月22日、FC ロリアン戦で復帰した。2月4日、オグック・ニース戦で、バレール・ジェルマンとラダメル・ファルカオのゴールを、クロスボールでアシストした。3月1日、クープ・ドゥ・フランスでの古巣、マルセイユ戦で、モナコでの初ゴールを挙げた。この試合では2アシストも記録した。UEFA チャンピオンズリーグでは、準決勝でユベントスに敗れるまでに4アシストを記録した。リーグ1を制したチームで重要な役割を果たし、レオナルド・ジャルディム監督の下でリーグ戦24試合に先発出場した。ASモナコはリーグトップの107得点を記録し、その中でメンディは同じサイドバックのジブリル・シュディベと共に攻撃的なプレーで注目された。5月16日、トロフェ・アンフップ・デュ・フットボールの年間最優秀チームに、チームメイト5名と共に選出された。翌5月17日、AS、サンテティエンヌ戦で、AS モナコの17年ぶりのリーグ優勝を決定し、メンディにとって AS、モナコでの最後の試合となった。シーズン後、ベルナルド・シウバ、ティエムエ、バカヨコ、キリアン・エムバペらと共に、AS、モナコを退団した一人となった。2017年7月23日、マンチェスターシティ FC と5年契約を結ぶことが発表された。移籍金は $5,200 万と報じられ、10日前に移籍したカイル・ウォーカーの移籍金を上回り、ディフェンダーとしての史上最高額となった。背番号は同郷の先輩であるガエル・クルシーが着用していた22番。9月23日、クリスタルパレス FC 戦で右膝を負傷した。その後、膝の前十字靭帯の断裂が確認され、9月29日にバルセロナで手術を受けた。2018年4月22日、スウォンジー戦でファビアン・デルフとの交代で途中出場して復帰を果たした。これによってプレミアリーグの優勝メダル獲得に必要な5試合出場を果たした。2018から19シーズンの初め12試合のうち10試合に先発出場し5アシストを記録した。11月11日のマンチェスターユナイテッドとのダービーマッチで左膝を負傷し、11月14日に左膝の軟骨の問題で再びバルセロナで手術を受けたことが発表された。フランス代表として各世代の代表を経験し、2011年に UEFA U-17 欧州選手権、2011 FIFA U-17 ワールドカップにも出場した。2017年3月、ルクセンブルクとスペイン戦に向けた代表戦でフランス A 代表に初招集された。遅刻癖と SNS への依存が問題視されており、監督のジョゼップ・グアルデオラにたしなめられているほか、2019年4月に負傷中の身でありながら夜遊びをしていた件で咎められている。ありがとうございます。